家帰ってきて結構ぼーっとしてた。ぼーっとはしてない、 SNS 見てた。これ今日は私に勝ったって人も多いかな。でも東京とか関東じゃない方はきっとまだついてないと思うから、今帰ってる飛行機とか新幹線の最中かもしれない、バスとか。みんなそうやって来てくれてありがとうございます。ご飯食べに行ってきました。私も今めっちゃお腹空いてきた。なんかライブ終わった後はお腹全然空いてなかったから、なんかいちごちょっと食べて終わってたんですけど、今お腹が空いてきたでもあのたくさんたくさん食料が今めっちゃあるんですよね。めっちゃある、めっちゃあるよ。もうね今やばい本当に。これ何の袋なんだろう、多分きっとどこかのお菓子屋さん。もうこの中にパンパンに、もう見て、もうパンパン、重たい、ドスンって感じでたくさんこの中に食料が入ってますやばいですよね本当に、マジ重いです本当に、ドスンっていうぐらい。あやばいやばい、あやばい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 、なんかもういろんなものが入ってますお腹すいた。あやばい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 、見て助けて、よいしょドスンしてた。なんかねいろんなこういうご飯が入ってる、ご飯も入ってる、なんかいろんななんかケータリングをこうやって夜私たちが食べる時間ないからこうやってねやってくださってやつを持って帰ってきてるから、それをちょっとだけ食べようかなって感じ。あとは全部いただいた差し入れをねこの中にたくさん入れて取り放題なのでたくさん持って帰ってきました。え、クラムチャウダー食べたんですよ。本当に美味しかったです。え、本当に美味しくて、なんか有名みたいで、そうでなんかね2年連続なんちゃらかんちゃらなんかメンバーにも何のクラムチャウダーなのって聞かれて、んなんか2年連続なんちゃらかんちゃらって書いてあったよみたいな、そのなんちゃらかんちゃらが大事なんだけどって言われて、え、ほんまそれなみたいな、でそこ覚えてないんですけど2年連続2年だったかさえもわからん。でもなんかそんな旗も立ってた、旗みたいなの立ってて、なんちゃらかんちゃら、なんかね泡みたいな、クリームみたいな泡みたいなのが上に乗ってるんですよ。そうで、なんかトリュフ塩、なんかトリュフなんちゃらかんちゃらとかってメンバーも言ってたし、そうとりあえずなんか泡で、それをなんかよくかき混ぜてあの食べてください、飲んでくださいって言われて、そうなんかすごいおしゃれで、そう美味しかった。それが噂のクラムチャウダーです。私が昨日モーメントに書いたやつ。目のとこもうアイラインが取れちゃってる、やば恥ずかしい。今日はなんかマイカがキラキラつけようって言ってて、いいよって一緒につけました今日初めてね、初めてライブに来てくださった方も今回のツアーでもたくさんいてくださってありがとうございますね。何からなんかね、ライブ終わりってね何から話していいか分かんなくてね、結局ねしょうもない話ばっかしちゃうのほんまになんか何から話していいか分かんないから、こうやってねご飯の話ばっかりしちゃうの。初めてライブ行ったって、ありがとうございます、ありがとうございます。あんな調子になりました、ありがとう、嬉しいよ。なんだろうね、うん、まあ、今日はツアーファイナルということで、こう全、8公演合ってますか8公演無事に最初から最後まで10人で全部ステージでパフォーマンスできて、それは本当に当たり前のことじゃないし、それは本当に良かったなと改めてね思いました。
でもなんかアンナは今日自分でちょっと今日は自分の日本語が上手くなかったけど自分で喋ってて、あの接続詞があんな今日と今日分からなくなっちゃって、もうなんかわーってなりすぎちゃって、そうなんかね、今日は日本語が上手にあんま喋れなかった喋れなかったよ今日は日本語がそう、でもみんながなんかイエーってこう一緒にバーンって言ってくれて助かったよなんかね、今回アリーナツアーってことで、アリーナっていうのってすごく大きな会場で、今まではホールツアーって、ホールでももちろんすごく大きいし、やってきたものはホールだったんですけど、でも今回からアリーナツアーってことになって、なんだろう、毎回周年みたいな気持ち、毎回周年コンサートを8回やったぐらいの、なんだろう、気持ちだったというか、やっぱステージとかのいろんなステージングもそうだし、演出とかもそうだし、ファンの方のこう、なんだろうな、ファンの方のか、ファンの方の人数もそうやし、全部が広いこうアリーナっていう場所だったから、なんか毎回周年、全部周年コンサートぐらいの気持ちでした。だからすごいもう心臓バックバックやったけど、なんとか終わった、ほっとしてますやっぱこうやって大きい会場って、もう本当に私たちだけじゃなくて、本当にファンの皆さんのコールとか、こうペンライトとか、皆さんの気持ちがあってからこそのコンサートになるから、本当に本当にいっぱい助けてくれて、いっぱいこう私たちのことも引っ張ってくれて、みんながありがとうございました。でも昨日今日は私的にポップアップのジャンプアップの登場が、うまくいった気がするよ。どうだろうね、わかんない。映像昨日のしてたし、今日も結構ちゃんと飛べてた気がするんです。ちゃんと頑張って飛べたと思うよ。わかんないけど飛べてたってことにしよう。いつもね、映像が映るんですよ。なんか4人くらいそのジャンプアップが映るんですね、モニターに。でそのうちの1人だからめっちゃ緊張するの、めっちゃ緊張する。そう、でもなんか思ってるよりみんなが私たちのジャンプアップに対して失敗も成功もあまりこう考えてらっしゃらないと思うんですよ。多分うちらの緊張ほどみんなジャンプアップに対して、あ、めっちゃなんか失敗だとか、なんかそれこそ成功だもあんま分からないですよね、きっと。きっとねこちらの緊張度とちょっと比例してます、イコールな関係できてますねえ、ちょっとそこイコールな関係できてない気がするんですよね。なんか SNS とか見てても、そう、まあ、しかも、もう一番最初すぎて、どんどんこうさ記憶がさ更新されていくじゃん、いろんな楽曲をこうねしていくうちに。だからさ、多分最初わーわー登場かっこいいからさ、一旦記憶そこがさ、多分もう何どんどん更新されていくから、もう消されていってるよね。あそこ本当にさ、うちら10人はさ、もうさド緊張してるわけよ、ほんまにだからちょっとそこはなんかイコールに慣れてないようちらの緊張度と緊張度と本当に嘘ですよ、いいんですけど全然でもずっと私憧れだったんですよ、
ジャンプアップで登場することに対して、ね、なんか最初